この物語は幹部社員に見放されて絶望と屈辱を味わった私がある教えに出会ったことで会社の拡大に成功し企業コンサルタントとして大活躍していった嘘のような本当のお話です。将来が不安な方、後継者問題で悩んでいる方、潰れない永続企業づくりを目指している方、そんな方には最後まで見ていただきたい動画です。私は1952年8月26日東京都目黒区に生まれた。父、母、私、妹の4人家族。父は130年以上続く老舗司法事務所4代目の司法書士。真面目で慎重派、大の酒好きで、地獄にお酒があったら行く、天国にお酒がなければ行かないと父の言葉が墓碑に刻まれているほど。専業主婦だった母は明るい性格で何でもトライするアクティブなタイプ。幼少期から明るくやんちゃ、駒回し、鬼ごっこ、粘土などで毎日遊んでいた。小学生になっても活発で人一倍声が大きいためひそひそ話ができず年中先生に怒られていた。小学4年の時、いつも私を叱る担任と私を守りたい母親が喧嘩し、目黒区から千代田区の公立小学校に転校。講道館で柔道を習い、日本ラグビー協会主催の第1期ラグビースクールで小学5年から中学3年までラグビーをやっていた。成績は下から数えた方が早く、割り算ができずに家庭教師をつけてもらった。子供の頃から父が経営する司法事務所に遊びに行き、将来は司法書士を継ぐものと思っていた。中学に入っても成績はいい方ではなく、500人中400位くらい。しかし3年の時の英語と数学の先生が大好きになり、先生に褒められたい一心で勉強し、驚異的に成績がアップ。高校を受験する頃にはトップクラスに名を連ね、慶応高校に合格した。高校ではアメリカンフットボール部に入部。練習に明け暮れる一方で、練習終わりにジャズ喫茶へ行ったりしていた。また麻雀を覚えて夢中になり、成績が急降下したため、比較的入りやすかった慶応大学の商学部に進学した。大学3年の時、昔お前のおじいさんが東馬一族には司法書士しかいないのかと言っていた、公認会計士になったらどうだと父から勧められ、大変な試験であることを知らず公認会計士の勉強をスタートした。しかし私にとって会計士の試験は難しすぎ、模擬試験は常に最下位だった。ところが2度目の試験の時、かつてないほど合格率が低かった。優秀な人でも頭を抱える難問が出題されたが、できなくて当たり前の私は最後まで諦めず、分からなくても答案用紙を全て埋めた。結果合格。自分はもちろん会計士の受験予備校の先生をはじめ周囲の誰もが驚く奇跡だった。会計士合格後、監査法人に勤めて経験を積み、1982年に東馬公認会計士税理士事務所を設立した。父が経営する司法事務所の一角にスペースを借りて一人でスタート。電話の応対は父の秘書に手伝ってもらった。司法書士ばかりの東馬一族が絶望していた新分野の事業への進出だった。最初のお客様は父の顧問先、その後は親戚や数人の知り合いがお客様になってくれたが、なかなか増えない。10回以上通っても契約に至らない会社も珍しくなく、逆に金を貸してくれみたいなところさえあった。設立して 1,2 年経ってもお客様は思ったほど増えず、社員はゼロ。待っていてもビジネスは広がらないと思い、相続の知識はない中で学び、相続事業承継の本を次々と出し、積極的に講演を開催。本の出版、講演、個別相談が功を奏し、次第にお客様が増え、社員も40人になり、順調に拡大していった。ところが開業から10年経過した時、思いがけないことが起きた。副社長をはじめとする5人の最高幹部が辞職を申し出た。こんなに順調な会社をみんなで同時に辞めるとは、まさしく青天の霹靂だった。幹部社員が辞めたことで業績は悪化。銀行の貸し剥がしに遭い、思い直してもらうため支店長に土下座した。家族ともうまくいかなくなり、一人きりになれる場所で何度も泣いた。悔しくて切なくて、あまりにも惨めだった。将来会社は、そして私はどうなってしまうのだろう。
気力を振り絞り、事業を少しずつ復活させながら今までの自分を振り返った。私は会社の成長を全て自分だけの実力と買いかぶり、社員を信じていなかった。まるで独裁者のようなワンマン経営を反省するとともに、さまざまなセミナーに参加し勉強した。最も影響を受けたのが松下幸之助さんの弟子、木野親幸先生の経営理念の確立と浸透で企業の 50% は成功するという教え。常に経営理念とビジョンの大切さを社員に話すとともに、社員の幸せを優先することがお客様の幸せへの近道であると理解し、社員を信じて任せるようになった。社員たちの努力により事業は V 字回復。社員は200名になり、1000社以上のお客様を抱える会社になった。2018年、私は親族ではない20歳年下の優秀な社員に社長の座を譲り、会長になった。同族でなく誰でも社長になれるのが会社のあるべき姿だと考えている。遠間家の明治時代からの悲願であった公認会計士や税理士をはじめ、弁護士、行政書士、社会保険労務士、司法書士など、あらゆる事業によるお客様に寄り添った各種コンサルティングを行い、多くの企業を成功に導いている。ここでお客様の声をご紹介。60代男性、惣菜店経営の阿部さん。時代とともに衰退していく危機感を東間さんに相談したところ、強みを作るようアドバイスしてもらいました。 SNS の活用、目立つ看板を出すこと、惣菜のセット販売などのアイデアもいただき、今後も明るく元気にやっていこうという気になりました。70代男性、商社経営の吉田さん。会社の後継者とどのように接するべきか悩んでいました。後継者が自信のあるタイプであれば一任する、自信のない後継者であればできる限り並走することや、明確な経営理念ビジョンを確立し浸透し続ける大切さを教えていただきました。学び続けることは人生や経営の無知を知ることであり、モットーは一生勉強、一生実践、臨終定年。とにかく人を明るく楽しく元気に前向きにしたい。そのために私がやるべきことは、日本一多くの100年企業を作り、1000年続くコンサルティングファームになることである。現在後継者で悩んでいる会社が非常に多い。自ら事業承継した経験と総合的事業サービスが融合した事業承継コンサルティングを行うことで、行動的な会社をたくさん作り、世の中を少しでも良くしていきたいと思っている。ここまでご視聴いただいた方に、電子書籍永続企業の作り方10箇条を無料でプレゼントしています。ぜひ以下のリンクから申請してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。